私の名前は青山桃。大学進学を機に田舎から出てきた。最初は慣れない場所で戸惑うことも多かったけれど、今は元気でやっている。そんな私には光という高校からの友達がいる。大学は違ったけれど、同時に上京してからも仲良くしていた。たまに遊びに行こうよ、いいよなんて時々遊びに行ったり、うちに来たりする。私は料理が好きで、高校生の頃にきちんと母や祖母に習って自信がある。なので少なくとも飯まずではないと思っていた。大学生になって一人暮らしを始めてからは、家で料理をするのが息抜きになった。いろんなレシピをもとに美味しい料理を作ってみたり、そこからアレンジをしてみたり。光が半月に一度くらいは私の部屋に来てご飯を食べてくれた。いつもコンビニ食だからさ、あんたの料理を食べるのが楽しみなんだよね。ほんと？嬉しい。ニコニコ食べてくれる光。ほんとインスタとかで作ってる人みたいですごいよ。写真撮っていい？もちろん、いいよいいよ。和食に中華、洋食と、その時その時で作りたいものを決めては振る舞っていた。ある時期、鶏皮餃子にハマった私は、具の材料をあれこれ変えて、毎日のように作っていたことがある。いろいろ試したくなっちゃってさ、食べてみて。いただきまーす。光が食事に来た日も、それまで試した中で一番美味しいと思えたレシピで作って出した。おいしい。よかった。おいしいおいしいと言ってくれ、嬉しそうに食べて帰った。よし、今度は何を作ろうかな。次の献立はと考えているのも楽しかった。しかし数日後、地元の友達であるカヨから電話がかかってきた。久しぶり、元気でやってる？うん、元気だよ。どうしたの？光とはよく遊んでるの？うん、時々ご飯食べに来てくれるよ。その言葉を聞いて、かよはあることを教えてくれた。あのさ、光が SNS の日記に桃の悪口を書いてるんだけど。え？まさかそんなこと、と最初は信じられなかった。だって遊びに行くし、ご飯も食べに来るし。一応見てくれる？わかった。かよからの電話を終えたすぐ後、すぐにその SNS を見てみる。アカウントは持っていたが、登録したきり全く覗いていなかった。あれ、光とは相互フォローだったはずなのに。繋がっていたはずの光が一覧から消えている。それをかよに LINE で伝えたら、スクショを撮って見せてくれた。桃には今まで何度もごちそうになってきたけど、今回のはありえない。料理が得意なのを鼻にかけて、妙なアレンジをするようになっちゃったみたい。やばくない？鶏皮で包んだ餃子とか聞いたことない。鶏の皮って普通捨てるよね。貧乏くさい、ウケる。捨てる材料のアレンジを思いついた私すごいって感じなのかな。ほんと飯まずの人って理解不能。そこにあったのは数々の悪口。何これ。ついでにこれも見てくれる？かよは他にもいくつかスクショを送ってくれた。それは全部たまには料理をしてみたシリーズという題名でアップされた写真。友達の予想通り、全部私が作った料理だった。光、高校の時の調理実習でお米も炊けなかったのに、急に料理できるようになるなんておかしいと思ってたのよね。私が作ったのを自分が作ってるように書いてる。写真とともに、いちいち今回は彩りがいまいちだったかもとか、味はいいけど飾り切り下手だなとか、自虐風米をつけてるし。自虐風だけど実際は私下げじゃん。ほぼ毎回、美味しそう、写真撮っていい？って言って撮ってたのはこれのためだったんだ。この日記を私に見られたくないから、SNS のつながりを切ったんだろう。裏でこんなことしてたなんて最悪。結構自分の中では光と仲良くやっていたのでショックだった。だがこうなった以上、今まで通り過ごすのは無理。
暗い気持ちのまま光には LINE でメッセージを送った。 SNS の日記見たよ。せっかくつながりを切ってたのにごめんね、覗いてとだけまず送信する。するとすぐに電話がかかってきた。開口一番違うのだったから、ああ全然違わないんだなと理解。あれは私じゃなくて、私を装ってるだけのやつなんだって信じてよ。私のご飯食べた後に日記あげてるし、どう考えてもあんたでしょ。乗っ取られたの違うの。いろいろ言い訳してたけど適当に聞き流した。その日記を書いてる便利な箱で鳥川餃子のことを調べてみたら、もう家に来ないでねと言って電話を切ってやった。それから何度も LINE にもメッセージが来ていたが即ブロック。でも家は知られているし満喫にでも行こうかなと考えていた。そうだ、私は SNS を使いあることを思いついた。料理アカウントとしてきちんと日記をつけてみたらどうなるだろうか。一応豆の方なので今まで作った料理や家庭の写真も何枚かある。それを使って古い写真のものから自分で考えた料理だったらレシピも添えて、料理本を見て作ったものだったらきちんと引用を書いてアップした。古い写真は大学入学時からのもの、つまり先にアップされているとはいえ光とまるきり同じ料理があるということ。けれど、あちらはただ完成品だけ。こっちはレシピ。できるまでの写真も何枚かアップする。もともとつながっていて、光ともまだ相互である地元の友達何人かは気づき始めた。これ、あんたが作ったの？光がアップしてた料理の写真だよね。本当は光が作ったんじゃないの？私の方が詳しく書かれているし、みんな光の方が嘘なんじゃないかと理解し始めたのだ。これからも作ったらアップしていきますねと書き、1日1回その日作ったものを写真に撮って SNS に上げる。更新し続ける私、止まっている光、火は明らかだ。すぐに光の方の SNS には疑問や誹謗が書かれていった。これあなたが本当に作ったんですか？ももさんのアカウントにはレシピも載ってますけど。新しい料理作ってみてくださいよ。それを受けてか、光は SNS の DM で私に連絡を取ってきた。もう LINE もメールもブロックしてたからね。お願い助けて。は、何？連絡しないでよ。みんなひどいこと言ってくるの。お願い、あんたもうこの日記書かないでよ。何を書こうが私の自由でしょ。でも、はぁと私は大きなため息をついた。私は光のこと大切な友達だと思ってたのに、あんたはそうじゃなかったんだね。もう連絡したくないからみんなブロックしたの。その意味わかる？何よ、ちょっと料理ができるからって調子乗ってんじゃないわよ。鳥川餃子なんてまずかったし、こっちから願い下げよう。 DM 上でも逆切れされ、今度はあちらからブロックされた。まあいっか、これで二度と関わることのないのなら。嫌な幕引きだったけれど、これ以上光と話すのも面倒だった。ようやく静かになったと思った矢先、またかよが連絡をくれた。光からブロックされてもう1週間ほど経っていた。光、あんたに絶縁されてからわざわざ地元に戻ってきて飲み会しようなんて言い出したのよ。え？かよが言うには、炎上してしまったことへの弁明のためわざわざ地元に帰ったらしい。そこで飲み会に誘い、あの SNS は乗っ取られて好き勝手書かれていたので自分には関係ないと言い出した。けれど私の料理アカウントを見てくれている友達はそんなことで納得できるわけもなく、酒も入っていたので笑いながら彼女の言動にツッコミを入れてったという。私は本当は料理好きで。なら桃みたいに家庭を見せろよ、今でもいいぞ。鳥川餃子なんてありえないし。おいおい、ここの居酒屋にもあるぞ、うまいぞ。全部ツッコまれて最後の方はしどろもどろになっていた模様。
目の前で鶏皮餃子を食べ始める友達もいたとか。なんで私のこと信じないのよ。最後にはそう泣きながら居酒屋を出て行ったという。残されたみんなはお酒を飲みつつ鶏皮餃子を楽しんだ。あんたが料理できるのが羨ましかったんだろうね。だって私から見てもプロみたいだし。そんなことないよ、いろいろ教えてくれてありがとう。居酒屋で失敗した光は今度は一人一人に言い訳や私が悪いと書いた LINE メールを送りまくった。だが友達が信じるわけもなく、最後はみんなにブロックされたんだという。その SNS では光の大学の友達もつながっていたようで、コメントから炎上を知り、学校でも人が作った料理をさも自分のように書いてアップしていた、自己顕示欲強すぎ女と惹かれるようになったみたい。みんなからドン引かれてる。校内でひそひそされるのが耐えきれなくなったようで、結局は休学してしまったようだ。地元に戻って体を休ませるとかいう話だが、そこでも居場所はないだろうに。私はあれから一切光とは連絡を取っていない。なんだか鶏皮餃子を作る気にもならず、他人に料理を振る舞うのも滅多にしなくなった。やがて大学を卒業、就職、2年経って結婚した。夫、幼児はよく食べる人で、美味しそうと自分が思ったらしょっちゅういろいろ買ってくる。コンビニで鶏皮餃子を食べてみたら結構美味しかった。もも、この料理作れる？頼むよ。と言われて数年ぶりに作ってみた。あの時光に振る舞ったレシピを思い出しながら作って食卓に出したら、夫は喜んで食べてくれた。うわ、何これ、美味しい。プロの味だよ、ありがとう。そっか。ずっと心のどこかに引っかかってた思い出だけど、夫のおかげでいい思い出に塗り替えてもらえそうだ。実はね、私この料理で嫌なことがあってさ。え、どうしたの？何でも聞くよ。夫に当時のことを話すと、今風なトラブルだねと軽く笑って終わってしまった。あれから、かよが言うには、光は大学を結局辞めてしまい、働きもせず、家に引きこもっているらしい。地元の友達、みんな光が何したか知っているし、多分永遠に人の料理を自分で作ったと嘘ついた人、と言われるだろうな。こんな美味しいものを君に食べさせてもらうまで知らなかったのかな。僕だったら、人に作ってもらったら、どんなものでも嬉しいけどね。うん、ありがとう。こちらこそ、いつも美味しいご飯ありがとう。夫に純粋な気持ちからそう言われて嬉しくなった。たまには旦那のために鶏皮餃子を作ってあげよう。もう嫌な思い出はどこかに吹っ飛んでいた。ご視聴ありがとうございました。また見てね。